こんにちは。こんにちは、皆さん。ガウさん、サチコデラックスさん、マスルさん、カオさん、イチタさん、カピオジさん、シンタロウさん、ヒロシンさん、ミャーさん、カズさん、こんにちは。みんなさすが早い。はい、音速の気候師さん、こんにちは。おひなと結婚さん、アザラシクジランさん、こんにちは。うなんさん、こんにちは。昨日から昨日夜が明けまして、最終順位がね出ましたね。最終結果に70万ポイント差くらいありましたね。ひろいちさん、じずさん、こんにちは。そういちさん、こんにちは。まあ逆に諦めがつきましたよね。なんかこれでさ2万とかだったらさ、えってなるけど、そんな何十万とかだったらまあしょうがないねってなる。しんいちさん、ぽこさん、こんにちは。ね、そうだからまあ負けを知ることもたまにはね大事ですよ。ヤギヤギさん、こんにちは。次次、はい、ということで今日はまあイベントもね一旦終わったので、ゆっくり配信しようかなと思って。おばかさん、こんにちは。で、今日の夜はちょっと早く寝たいので、明日早そうだしね。だからちょっと今日は日中に配信をしようと思って、明日は夜やるんだけど、そう今日はちょっと日中にやろうかなと思ってます。トキさん、 MS さん、こんにちは。そう次だよね。そうそう、後ろを向いても仕方がないので前を向きます。昨日ね、実はね池袋に行ってきたよって話をしたんだけど、トリュフベーカリーがあって、これすごい美味しい、なんかし、ん？白トリュフ塩パンみたいなのが有名なお店なんだけど、池袋のあれ東口にあって、別に池袋にしかないわけじゃないんだよ、じゃないんだけど、有楽町とか東京駅の中にもねちっちゃいのがあったり、有楽町は有楽町駅のねところにあったりとか、改札のすぐ近くにあったりとかするんだけど、前に一回食べたことがあってすごい美味しかったのよ。なんだけどそれ以来ずっと食べてなくて、そう昨日行ったらこっちが白トリュフ塩パンで、こっちがなんかトマトとバジルのやつで、こっちは食べたことなくて2個買ってみた。 JT さん、ニャーミーさん、ゴブリンさん、ひろのりさん、こんにちは。ヤギヤギさん、ケイトとハート、ありがとうございます。そうちょっと食べてみようかなと思ってます。美味しそうだよね。じゃあいただきます。イベント終わったら食べようと思ってた。ちなみに1時間前くらいに起きました。はい、なので顔はもう起きてると思います。いただきます。どっちから食べようかな。ちょっとこのトマトとバジルの方から食べてみる。さっきねちょっとトーストしたのよ。伊賀の藤丸さん、豆の目さん、こんにちは。こんな感じの中にぎっしり入ってそう。いただきます。硬っ硬っ、うん、かったい。うん、アザラシクジランさん、小判ありがとうございます。もし2分前起床でこの完成度は大変。確かにそれはやばい。なんか髪の毛とか何もしないで出てきちゃったけど、今日も寝癖ついてない。ラッキー。あ、そうバゲット系、そうそう、でも美味しい。なんかバジルの風味がすごい
コットキャットラミコさんこんにちは。今ねパンを食べてます。硬いけど美味しい。うん、ぎっしりではないね。でもうん、キミソラさんこんにちは。でもなんかマジで風味がすごいから、全然なんかその下まで具材が入ってなくても普通に美味しいです。トキさんケイトありがとうございます。美味しい。プラムさんこんにちは。タッチャンドリーマーさんこんにちは。なんかさあのこのここになんかトマトがね、トマトがちょっとずつ入ってるんだけど、そのトマトがね程よい酸味でめっちゃいい感じ。そうあのねバジルは葉っぱじゃなきゃ平気。あのソースとかは平気なんだけど、あの葉っぱがね私あんま得意じゃないんだよね。シソとかもだから、シソ風味とかバジル風味だからシソポンとかバジルソースとか平気なんだけど、あの葉っぱになるとちょっとなんか草感がすごくてあんまり好きじゃないって。だから味が嫌いなわけではないんだよね。 BPM188 さんこんばんは。イタリア風どうなんだろう。トリュフベーカリーっていう、あー結構有名な、軽井沢とかにもね多分ある店舗が、結構探せばいろいろありそう。そうマウは有楽町の店舗と、存在は知ってたけど昨日初めて池袋の店舗行って、有楽町は前に行ったことがあって、東京駅は見かけたことがあるって感じ。八重洲口の方にある確か。八重洲口だった、うん、八重洲口のところにある。お昼休み終わりなのでまた、ありがとう、またね。源さんこんにちは。そうめっちゃ美味しいよこれ、バジルとトマトのパン、硬いけど。うん、ジェノベーゼって食べたことないけど、でも多分食べられると思う。うん、うん、うんうん、ちょごめんね断面図。めっちゃトマト、うん、しかもパン焼いてあるからさ熱が通ってるけど、なんか元のトマト甘かったんだなーっていう感じ。いいトマトっぽい。高いんだけどね1個が。毎日は食べられないさすがに。たまに。そう今回はガチイベやってたから、最終日のん違う、最終日終わって次の朝に食べたらいいかなと思って買ってきたね。結構しっかり果肉が。うん、うん、うん、確かに甘みが凝縮される。うん、ファンのうん、なんて言えばいいの。すごい、イマチンさんこんにちは。なんかねこのやっぱバゲットの歯ごたえとこのバジルの風味と
トマトの甘み酸味が絶妙なマッチって感じ。タッキーさんこんにちは。シンクレアさん、ミミーさん、ボイドさんこんにちは。あのめっちゃ贅沢だけど、これトーストして切ってチーズフォンデュとかでつけたらめちゃくちゃ美味しいと思う。フレッシュミオリンさんこんにちは。美味しくないわけがないって感じだもん。バジルとトマトだよ。だってパン自体がチーズ最高だね。うん、確かに。元はね、多分ちょっと表面にちょっとだけチーズかかってるっぽい。こことかわかるかな。そうなんだけど、そうでも美味しそうだよね。それもね、おしゃれとは真逆のチャ、でもチャーハンめっちゃいいな。めっちゃ食べたい。チャーハンと餃子とか食べたい。確かにマルゲリータみたい。しんいちさん音符ありがとうございます。ガードマンさんこんにちは。ねってことはだよ、チーズにつけても絶対美味しい。アホすぎる、入れすぎた。一瞬ハムスターみたいになってた今。ニックネームさん、上杉さんこんにちは。カピオジさん、ケイトありがとうございます。じゃあ次は大本命塩トリュフパン。何点、一口入れるとなかなか咀嚼に時間がかかるので配信向け。確かに間違いない、うん、こっちは硬くないと思う。じゃあ食べてみます。うん、うん、中はねすごいバターって感じだし、一口食べるともうトリュフの風味がふわーって感じ。すっごい香りがいいです。これ本当に美味しいの。すぐみは穏やかで優しい風さん、ひろ兄さんこんにちは。マジ美味しい、これ本当食べてほしい。普通盛り頼むと特盛りくらい出てくる店のミニチャーハン。結果普通盛りぐらいってこと。餃子なんて、ね、なんか食べたくならんでも餃子もって。カズーさんこんにちは。そう
まあ、1日経ってるんだけど、もうほぼ24時間経ってて、でもトーストするとこのパリパリ感みたいな。上杉さんハートありがとうございます。あ、アザラシクジランさん、新ネタ196人目ありがとうございます。イエーイ、嬉しい。今日猫の日、ニャンニャンニャン。やったうん、なんて美味しいんだ。プアさんこんにちは。ん？猫になれるギフト。こういうこと？待って、なんかさ、なんかあれじゃない？この辺にさパッて出てきてさ、こうやって合わせに行くみたいなやつじゃなかったっけ？合わせに行くんだかなんだか忘れたけどさ、なんか一回見たことあるかも。そうだね。去年もあったかも、それ。なんか大騒ぎした記憶があるわタヤピーさんこんにちは。シャムさん、ハクロウさんこんにちは。ハクロウさんハートありがとうございます。今日限定なの？あ、そうなんだ。他のルーム行ったら見れんじゃね？誰かやってる人いそうじゃない？え、覚えてるよね。マンもやった記憶あるんだけど。わかる、めっちゃ瞬間だからさ、ピッて。あ、大滝ルームで見た、ガチ。そうそう、それだ。シャムさん、だるま、ありがとうございます。あっという間だぜ。リベドラさん、ヒカさんこんにちは。美味しかった。ごちそうさまでした。で、なんと、なんと、今日はイチゴもあるよって。珍しいでしょ。昨日さ、買い物行ったらさ、もうさ、入り口のとこに並んでんのよ。イチゴが。めっちゃ美味しそうで。たまにはフルーツ食べてもいいよねと思って買っちゃいました。いや、わかる。そうなの。塩パンバター漬けにはたまらん。ガチそれな。リベドラさんハートありがとうございます。ちょっといちごも食べちゃうね。うん、甘っ美味しい。リカ太郎さん、おはようございます、こんにちは。アイドルとイチゴアイドルじゃないけどねそう、イベント頑張ったから食べちゃう。ガチ甘い、このイチゴ。
びっくり。鈴人さんこんにちは。今日の朝直売所見てきたんだけどまだ高くて、なんかさ、いちごのさ相場とかあんま分からんからさ、なんか全然さ適当に買っちゃったんだけどさ、いちごって大体安くていくらぐらいなの？でも売ってる中では一番安いの買ってきた。ほんと甘うま、練乳とかなくても全然甘い。リカ太郎さんハートありがとうございます。みほさんこんにちは。あーブランドによる、確かに。え、これなんだろう、全然見てないよ。400円500円ぐらい。あーじゃあちょっと高いかも。だからこっちさ高くない？なんかおじやで見た時もっと安かったんだけど、いちご。あのパパとさおじいちゃんに、あ、リカ太郎さんまたね、ありがとう。そうパパとおじいちゃんにバレンタイン作った時にいちごを買ったのよ、使おうと思って。でその時は1パック398円とかくらいのやつだったけど、すごい甘くて美味しかった。だから今月だよね。うん、ソーリーさんこんにちは。ラストまだあるんだけど今日はこのくらいで。うん、これなんだろう、ちょっと待って、なんかさっきパックしてた気がする。いちごさんっていうやつ、佐賀のやつ、佐賀。甘くて美味しいですわ。ガーガーさんこんにちは。そういう品種があるのか。よしさんこんにちは。いや佐賀ほのかとは書いてないけど、でも佐賀のやつだった、美味しかった。600円くらいだった気がします。うん、昔のイチゴ酸っぱかったから甘い練乳つける。うんうんうん、マウはさめちゃくちゃ練乳が好きなのね。ギバさんこんにちは。もう本当に練乳が好きなの。もうさ練乳とイチゴだったらもうイチゴの方が邪魔なぐらい練乳が好きで、そう、あ、新品種なんか新しいの買っちゃってた、知らずに。ウケる。ひろっぽうさん大将さんこんにちは。おもろ美味しいですぜひ。そう、あの練乳ガチ好きなんだけど、練乳かけなくても全然美味しかった。あのさ練乳のさチューブあるじゃん、普通にスーパーとかに売ってるやつ、あれあの死ぬまでに1回直で行きたいっていう夢が、夢ってかちょっと野望がある、実は。もうすぐ叶えられるけど、いやなんかさその体的にちょっと叶えられないなみたいな感じ、まだ今じゃないって感じ。めっちゃでもそれ本当に昔から思ってる、絶対直で1回行きたいの。めぐみのさんこんにちは。そう、いやマジでそれな、そう体調的に問題がありそうだよね。卒業祝いもうすぐじゃん。で今日はこのあと別に特に何も予定ないんですけど、今日はあの
まあ週末ね家を開けるので掃除をしたい。なんか掃除機とかは結構したんですけど、昨日片付けとか掃除機とかはしたんだけど、細かいところの掃除をしたいのよ。シンクとか洗面台とかおトイレとかね。だからダラダラしないように気合を入れてメイクをしていきたいと思います。どこに出かけるわけでもないのにさ、メイクなんてって思うんだけど、気合が入るんですね意外と。缶詰の練乳って聞いたことある。関係で2つ穴を開けてスーってのが永遠の夢。蜂蜜の方がやばくない？だってさ、蜂蜜の方がさめっちゃ喉に絡みつくじゃん。練乳もそっか。練乳もそうだけど、でも蜂蜜の方がやばそう。あんってなりそう、めっちゃ。いや、なるね、練乳もなるね。みんなやち、バンバンが大学4年生の衝撃ね。そうなんです。てかもう4年生も終わるし、今年23歳。つんちゃんこんにちは。今年23歳。ちょっと待って、あれ、そうみたい。はあ、やばいかも。とりあえずロッテから出てる特のクーリッシュ超やめつけられない。でもね、やっぱ違うのよ。やっぱね、練乳じゃないの。食べたことある多分。つんちゃんマフラーありがとうございます。ちょっと口に言葉にするとさ衝撃なんだけど。なつさん、初見さん、こんにちは、ありがとうございます。そうですよ、今年23歳なの。はぁ。急に頭皮マッサージ。やべえ。どうしましょうか。大人になったよん。顔ちっちゃくなれ。そうだよ、あと2年でアラサーってやばない？ガチで遠い未来だと思ってた。わさび大福さん、こんにちは。いやガチでやばい、どうしよう。私たちの中で一生アイドルだし、ラジオ本当本当にやったね。アイドルなの？まだギリ。やばいよ。なんかってことはさ、昔から知ってるってことだよね、私のこと。あれだよ、何言ってたか忘れた。そうもう配信4年くらいやってるんだけど、大学1年生の時に配信始めたからもう4年目、今なんだけど、活動してた時よりも配信者歴の方が長いの。おもろくね。しかもあのマウが。びっくりびっくり、人って何があるか分かんないから、本当に生きてるとね、いろんなことがあるよね。そう、今年の8月で丸4年経つはず。そう、5年目になっちゃうんです。もうやばいよね。あと半年後に丸4年かな。だから今3年半くらいやってるってこと。びっくりだね、本当に。でも楽しんで配信できてるので全然良い良いです。ポポポポポポポ、そうだよ、意外とね
すごいでしょ。だからこの配信始めてから見てる人も結構子さんじゃない？なんか現役時代は知らないですって言ってる人も全然いるけど、その人もだいぶ見続けてくれてるんだったらファン歴長いと思うよ。ネロケンさんこんにちは。そう、毎日配信もね何気継続中です。今252日。すごいね、250日もやってる。こっちもマーの顔を拝めるだけ満足。嬉しいよ嬉しいよ情緒やばい人みたい。そうだよ、すごくない？だってさ4年見続けるってすごいからね。しかもさ最初は別に全然さ私毎日配信とかやってなかったんだよそうだけど毎日配信とかもしたりとかして、いろいろあって転生してビギナーになっちゃったあるあるだよね、あるある。ガタフレから見てたらすごいよ。もうちゃんと生体言ってた、元が違った。え、じゃあわかるんじゃない？私見たら。ヒンジさん、こんにちは。現役時代は中学生だったので大勢の中にした時、今は気になる存在。え、そうなんだよ。え、そうそうそう、だからさ中学生ってほんと無理やねんねえ、ガチでそうなの。だからさ根気強く続ける必要があるよね、ガチで。それはねガチで思う。ともあきさんこんにちは。そう、なんかあの自己分析力が足りなかった当時の私には。そう、今だったらいろいろ客観的に見れるけど、まあ、当時はそんな心の余裕もなく。だるまっつんさんこんにちは。ガタフレ見てたけど卒業してからまさかやってると思わなかった。え、そう、めっちゃ言われるそれ。生まれに会ったのは去年のイベントが初めて。え、でも嬉しい。なんかさ正直もう別にアイドルではないじゃん。だからさ、なんていうの、その言っちゃえば私にさ、なんかあやちゃんとかはさ会える機会も今まで多分なかったと思うしさ、ね、あのなんていうの、人気メンバーだったじゃん。だからさ会いたいってなるけどさ、私にわざわざ会いに来てくる、そう言っちゃうと私のことをさ好きでいてくれる人に申し訳ないっていうかなんだけど、いやでもなんかそうやってさ会いたいと思って来てくれるっていうのがすごい嬉しいし、まずね、それは別に私のファンだろうがそうじゃなかろうがそうだし、なんかすごいことだなって思う。だって一般人やん、ただの私なんて。昇格嬉しかったけど正直あの研究生公演が好きだった。わかるよわかるよ。
高見さんこんにちは。いやめっちゃわかるよ、すごいよね。いやてかね、ほんとすごい。なんかさ、まあさ、えねえ、なんかさ、やっぱそうだよね。あれ消えちゃったちょっとこれ言ってんのかな、配信者っぽいなって今思ったんだよね。勉強してこいって言われて巡ってたら推しに会えたか。え、何？3月1日からイベントやんの？あ、書いてあったわ。え？握手会とかから想像できないと。え？ 3 月1日からやんのイベント、行くね。みつぐさんこんにちは。私一般人です。今は元アイドルなんですけど、一応これでもちょっとこのファンデーションしか塗ってない、結構なんか顔白い時にあれなんですけど、一応私はね、一応元アイドルで、そう、でも今は普通に卒業、だいぶ前に卒業して、今大学4年生です。はいって感じです。賞味の話、アイドル時代よりもショールームでいろんな話をしてくれて会いたいと思うので嬉しいなぁ。あとは全部録画しちゃってたまに見てる。やっぱちょっとたまに見るとおもろいよね、あれね。その毎日とか見なくていいけどたまに見たらおもろいよね暇な時とかさどんだけファンで伸ばすのってもういっか。え、ちょっと見たいなぁ。楽しみです。勝手に勝手に楽しみにしちゃってるけど。ダルマッツンさんハートありがとうございます。すごいね、だから本当に何があるか分かんないのよ人生って。ちょっとパウダー取ってきます。パウダー取ってきます。よいしょえ、あ、NG テアターは知ってる、なので入る。え、嬉しい、ありがとうございます。私は今は一般人。ちな、初日化粧しながら配信したらアイドルしかダメって注意だ嘘でしょ。え、じゃあ私もダメやん、私もダメやん。いいのよ、いいのよ。私だってご飯食べながらねやったりとかしてるしね。ご飯食べながらやってみたり、お菓子食べながら配信してみたり、もう大半みんな私がなんか食べてるの見せられてるだけだからなんか食べてるかメイクしてるか購入品紹介してるか、もう全部どうでもいいからみんな正直正直みんな絶対そんな興味ないね。みんな優しいからちゃんとコメントしてくれるし見てくれるけどね、マジどうでもいいでしょわかる。ねえ、眉毛サロンに行ったら本当に眉毛が綺麗で感動してる。当時よりおもろくて可愛くなった。あ、すごい、ハードルがハードルが上がっちゃってんなそうだよ、いっぱい来てねみんな。じゃがりこいかにじゃがりこの登場回数が多いかをさ物語ってるよね、このコメントが。やばいやばいやばい、ちょっと待って、笑いながらさ眉毛描いてた、全然違うとこに眉毛描いてた眉毛ないとこに眉毛一生懸命せっかく撮ってもらってんのに自分でさ増殖させようとしちゃってる、びっくり。一回黙ってメイクとかできないのかな、気持ち悪いか、マーが黙ってたらそれこそ体調不良かなとかなっちゃうよね。
これ明らかにさ短所だよね、黙れないっていう勉強させてもらいます、じゃがりこ食べる練習しますとか言ってそこじゃないと思う絶対に絶対そこじゃないと思うんだけど、えでもね多分ね、マウ、えやだー、みほちゃんハートありがとう、えあのねガチであれだから、でも当時のマウからも想像できないぐらいポジティブになってる今の私は、超前向き、そう昨日ねガチイベ、昨日までガチイベやってて、でずっと1位だったのに最後にひっくり返されたのよ、もうさあ1位みたいな感じで終わったのに、もうなんかさ数分後のさなんかちょっと最終結果みたいな、暫定結果かみたいなのでさ、もう全然ひっくり返されてさ2位とかあったの、えみたいな、みんなもえみたいな感じなのでさ、なんかだから前の前だったらあってなって、いやもうやめよっかなみたいな、てかもう配信自体もやめよっかなみたいなさとか思っちゃってたぐらいかもしれないけど、今は全然、まあそういう時もあるよねって思っても言うしかないけど、えそうでも、まあ、それがねダメだったら配信やめなきゃいけないわけじゃないから、わかる、思い出したくないよね、ガチで二の舞って感じ、もうさもう何回目これみたいな何回もあるよね、もう何回もあるようになってきちゃったよね、なんかね、そうね、ガチイベって本当に油断禁物ですから、そうでもねそういうのも経験です、本当に、そうそう、私みんなはとても頑張ってくれた、あとはもう私が満たらないところがあっただけだから、みんなのせいじゃない、私の実力不足です、あとは、そう、っていうね、そうだからさすごくポジティブになったよねそう、それはね本当にね自分でも感じる良い変化だと思う、マジで、眉毛が綺麗でテンション上がる、あー確かに確かにね、フォーティエイトグループ多いしね、でもさやめたっけやめてないっけみたいになる時あるし、3分黙ると命の気間違いないそう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 なのよ、でもまあそうやって悔しい思いをすることも時に必要なの、本当に負け惜しみとかじゃなくてマジでそうで、うまくいきすぎてるとね調子に乗っちゃったりするから、田沢さんこんにちは、イベ最終日に抜かれないんですよ、300万ポイント差あってもトップライバーですらびっくり、え本当にねそうなんだよね、そうそう、本当にそうなんです、ね、そうでもさっきも言ったんだけど、なんかほんと数万とかの差だったらうわってなるけど、もう70万ポイント差ぐらいあったんであの最終結果ね、そう、あもうしょうがないよねそれはしょうがないねってなった、逆に、そうだからこの負けを無駄にしてたらダメなんだよ、あー負けちゃった、まあいいや、じゃあダメなのよ私がね、どうしたらもっと応援しようって思ってもらえるかなとか、どうしたらもっとなんかこうなんていうのあれになるかなっていうのをね、私が次に生かせるようにしないといけないの、やっぱ応援してもらってる立場だからね、
やっぱイベント参加やめよう。やめるなやめるな、行く行く、応援しに行くよね、みんなね、みんな巻き添いめっちゃ明るくなって、え、でしょでしょ気持ち悪いよね、わかる、自分でもびっくりする。確かに、そうアーシャンあるんだよ。え、それガチで気合い入れていくね。もう絶対今までで一番可愛いアーシャ取ってくる、もう当たり前に。勝手にさつまいもとか持っていこうかなどんだけやりたかったんだっていうね、もう気合いなきゃみたいなおもろすぎ。何着ようかな、超楽しみシミアンさんこんにちは。まーちゃんが初めてのアイドルの握手会だったので、え、めちゃくちゃ嬉しい。それ逆によく初手で私来ようと思ったね。モバメ、それな、モバメとあのストーリーね、闇ストーリーと闇メール、そう、あの承認みたいな。モバメはさ承認制だからさ、運営がさこれは遅れますってこう OK してくんないとさ遅れないんだけどさ、私のさ内容がさ暗すぎたりとかしてさ、あまりにも文句言ったりとかしててさ、全然さ OK にならなかったの。腹立ちすぎて何回も同じの送ってんのオッケーしろよっていう、いいからもうとか言ってって思いながらガチで何回も同じの送ってた。おもろいよね恨みたっぷりとか言って絶対今までで一番可愛いアーシャ撮ってくるから、みんな楽しみにしといてね、期待しててね。でも嬉しい、ガチでアーシャさ、あの新しくしたいなって思ってたからお刺身さんこんにちは。毎日届かなくて察しかいやガチでね、やばいよね当時悩み続けに。え、あのさ多分さ前のアカウントのさストーリーのアーカイブとか残ってんじゃない？私は見れそうだけど、途中で消したりとかしてなかったら多分残ってるはず。ちょっと後で見てみよう。アーシャって何を、うんと、あのなんか例えば今あのこの配信のあのプロフィールに使ってる写真も前のイベントで特典としてついてきたアーシャのやつなんです。その時に撮影したアーシャなの。そうだからこういう時に使ったり、あとあの自分であのイベントとかたまにやってるんですけど、あのその時になんだっけ、あの出演者みたいな感じでさ写真出すんですけど、その時にアーシャ差し込んだりとか、あと普通に SNS の、 あのアカウントのアイコンとかにしたりとか、まあ別に使用の用途は結構何でもありなんですけど、私はそんな感じで使ってます。そう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 、そうだからあの今回そのもし1位になって1日船長できますってなったら、そのアーシャとかあとそのそれ用の撮影もあるんだけど、そこで使われたりとかもしますって感じです。そう意外とねいろいろ使うのよ。アーシャなんて使うんだろうと思うよね、使うのやっぱね SNS のさ写真とかあのアイコンとかねはさ加工してあるやつとかの方がもちろん可愛いんだけど、でもさなんかね実際と違いすぎるのもちょっとなかなか こちら的にもプレッシャーになるからと思って、あの一番多いのはこの配信のこのあれかな、あれで使うやつかな、プロフィール画像みたいな。もっちーさん、よりこさんこんにちは。
のりっこさんこんにちは。モバメ取っといてあんの、すごいね。やばいでしょ、暗くなりそう気持ちが。アーシャって言われるとタレント感、まあ確かに。え、なんて言えばいいの、じゃあ宣材写真、あこれじゃない、宣材写真正解多分。どう、そっちの方がいいそっちかな、変わってるイメージどう。まあね、意味合いは一緒だけど言い方の問題でしょきっと。宣材写真だね、ありがとうありがとう、そうだそうだ、まあ同じだけどね、いいですよ硬そうではあるん、賢そう、どっちこれやばいよどっちって言うか額縁、いやいいのよいいのよ、無理無理、現役復帰不可能ですから。しかもせっかく撮ったのにまた入れに行くの、痩せなきゃじゃんそこなんだって嫌な理由そこなんだって。アイドルね、でもなんかもう一回真剣にやってみたいなっていうのはある。もう一回生まれ変わったら真剣にやってみたい、少人数のグループでガチ5人とかでいい、もう多いのやだ。なんかアイドル適性がさ私高くないからさ、そういっぱいいるとさ埋もれるんだよね。今ね22歳、今年23、結構ギリじゃない？センターは遠慮しちゃう。そうだから、あの別にセンターをやりたいとかじゃないの。ただあの見てもらえる、あのなんかその可愛いからとかじゃなくて、なんかちゃんとダンスとか歌とかも見てもらえるくらいの人数がいい。自分でプロデュースすればいいか、まあ確かに。みやさんこんにちは。そう、え、わかります言ってること。そう、別にそんななんか絶対真ん中がいいとかじゃないんですよ、私別に真ん中にこだわりないの。なんだけどなんかそのちゃんと実力も見てもらえるくらいの人数がいいかな。埋もれないっていうの、端っこでも1列目みたいな。5人ってさ最悪横1列になっても端っこでもさ前じゃん。だし例えば5人だったら前3人後ろ2人とかでも2列目でも真ん中寄りだし、1列目の端っこでも1列目じゃんみたいな。え、だからさ それがいいなって思う。もうなんかあの4列あってガチ端っこみたいなの嫌なんだけどソロやばい、ソロはガチやばいから誰も見に来ない。ムクロジさんこんにちは。あ、確かにそうそう、ももクロみたいな人数5、6人とかがいいんじゃない。4人がいてテレビでしか見ないから出るねって言われてみたらどこにいたって。あーなるほどね、確かに。いやももクロ入るはやばい、ここから新参者が入るのこんなに歴史があるグループに気まずいよ逆にこちらも確かに 4、5人、4から6人ぐらいがいいんじゃない、ちょうどいいんじゃない大所帯はねいいこともあるけどやっぱり目立ちにくい、一人一人が。トロネオさんこんにちは。
そう、それはね本当に思う。ちょっとさ、何気に私さ、マツパしてからさ、しっかりマスカラすんの初めてなんだけどさ、ちょっと楽しみ。タッカリンチョさん、こんにちは。今回のね、マツパをしてってことね。少人数入るにはソロ、ソロ、どういうこと？一人でも何かできないとってこと？確かに。ひょうさん、初見さん、こんにちは。流れ星ありがとうございます。いいことは何だったって何？ちょっと待って、会話の流れが、まあそんなこと言った？やばいんだけど、忘れてんの、受ける。いや K-POP はやばいって、もう骨削んなきゃ、まず見た目の問題で無理も。鈴木一郎さん、こんにちは。アイニャンはマネージャーにぴったりだと思う。入り良さそうだし。うん、あのね、アイナは昔からあの自分のこともちゃんとやるけど、あの自分のこともちゃんとやるけど周りのこともしっかり見れる人だったの。そうだから、なんかそういうところに助けられた時がいっぱいあったから、すごいね、いっぱい、あの何、いっぱいじゃないや、すごい向いてると思う私も。あ、大人数だといいこととある。あ、そういうことね。あのやっぱりこう、なんだろう、まあなんていうの、基本まあ私はね1期生だったからさ、あの当時はっていうか最初は後輩とかいなかったわけ。先輩もいないっていうか、まあでもりえちゃんとかゆきりんさんとかはもちろん先輩だけど、でもそのお二人を除いたらもう全員同期なわけじゃん。そうだから、なんかそのやっぱより家族感っていうかが強かったっていうか、もうグループ感が強かったから、だからみんな仲良かったし、そうなんか、うわ嫌だなみたいな人はいなかったな、私はね。私はって言ってちょっと語弊があるけど、私はそんなに感じなかった、個人的には感じなかったなって感じです。うん、かな。なんか私結構まんべんなく仲良かったのよ、みんなと。そうだから、なんか学校ではできないことっていうか、私学校とかでまんべんなく人と仲良くするの苦手なんだけど、でもね、なんか不思議と一期はね結構ほんとみんな仲良かったかなって感じこいけやポテオさん、こんにちは。そう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 、なんかまあね、あの年頃の子がさ集まってるし、グループってってか、そういうアイドルグループのさ一期生とかなんてさ、特に年頃の子が集まってるじゃん、同世代ってかね、もうほぼ同年代ぐらいな子たちの集まりだからさ、やっぱぶつかることもあります、喧嘩もしたことあります、正直あの全員じゃないよ、メンバーによるけど、一時期気まずくなったメンバーとかも全然います。そうだけど、やっぱ最後私はね辞める時に、あの一緒にできてよかったって思ったし、相手にもそういう風に言ってもらったし、
そうすごい嬉しかった。それがランマル姫さん、こんにちは。妹感が強かったえって思うじゃん。え、私ってこと？私がアイニャはマネージャーしてるグループのメンバーにもアイニャって呼ばれて、え、そうなの、かわいい、めっちゃかわいい。あ、そうなんだ。へえ、気も利くしね。あの人がいいから、めちゃくちゃそもそもね、本当にね、あのいい人ばっかりだった NGT。 まあはすごいみんなによくしてもらったから、そうみんなにすごい感謝してる。えって思うじゃん。私さ、そうだから下から2番目だったの。つぐちゃんが最年少、一人最年少で、あの私は年代的には下から2番目だったのね。でつぐちゃんが中1で、私中2の代だったから、初期最初の頃で、中2が5人いたのよ。そうだから人数は多かったんだけど、私全然さ年相応の顔じゃなかったからさ、顔っていうか、まあ、見た目じゃないし、そうだからそんなに多分妹としては見られてないんじゃない、妹ポジではなかったと思うよ。なんかやっぱね、つぐちゃんとかはもう完全妹って感じだったし、中二の中でやったらやっぱレイニャーとかじゃない、レーナー、モアカタンとかそこら辺じゃない。やっぱ最後まで妹ポジってかさ、みんなの妹みたいな感じだったの、多分そこら辺だと思うよ。マーが辞めた後アイニャー大活躍だった、シキリアルさ絶品。え、そう、あのね、喋れんのよ。そうなんです、みんな喋れるんです。そうだけど、あのほら同年代に私みたいなうるさいのがいるとかき消されてさ、あのね、でもなんていうの、ダンスがさもうすごかったじゃん、ニャーニャーとかは。そうなんかうるさい私がいて、ダンスなんか中2の代で言ったらね、初期が中2の代で言ったら、だからダンスすごいニャーニャーがいて、歌がうまいアンジュがいて不思議なオーラを持ったモヤカタンがいて、ただただうるさい私がいるみたいな。そう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 、みんなね結構喋れる子多いし、光るものを持ってる子の集まりだった本当に。ヒーローさん、こんにちは。 OB で新潟フレンドやってほしい、見れるところで。え、絶対おもろいよ、でも絶対おもろいけどさ、ママがみんなに優しい髪のまつ、全然全然、私なんてって感じだけど、でも本当によくしてもらった、みんなに。ニャーニャーコンビが年下よりか、あーまあ確かにそりゃそうかも。カタフレから入った相変わらずと、ママはすでに完成されていて、全く妹キャラには感じ。え、そうなの、なんかさ妹っぽい、全然可愛さみたいなの私はないから。中二ビフォーエバーです。なんだろうね、だからやっぱちょっと喋りすぎツッコミ役みたいな。マー君こんにちは、ツッコミ役的な私ね。ラッケナさんこんにちは。でもね、そんなみんなを見ながら、まあ別にその中二病フォーエバーとかに限らず、あのそんなみんなを見ながら突っ込むのが好きだった、すごく。3期は最年少が全く最年少嫌いだ。あ、そうなんだ、若いんでしょ、羨ましいな。
さあやちゃん NGT 面白い場所でした。いやそうだよね、そう思うよ、基本おもろいからみんな。不思議だよね、そういう子が集まってくるのか、そのグループに染まってそうなってんのか分かんないけど、でもさグループに染まってそうなってるとしてもさ、そういうのにあの対応する素質があるってことだよね。みんなボケてくれたの天然、天然の子もいるし、ボケてくれる子もいたよ全然。そう私ね、あとやっぱ何よりね、みんなが私の話とか私のツッコミで笑ってくれるのがすごい嬉しかったのよ。もうガチ芸人魂って感じなんだけどそういう言い方しちゃうとね、やっぱさ、まあ、アイドルだけじゃなくて女の子って笑ってる顔が一番可愛いのよ本当に。そうだからそんな可愛いみんなの可愛い笑顔を見るのが大好きだった。いや本当にそうだよ、そう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 、ロッチさんのおかげもある、もちろんそう。てか私のキャラ付けがここまでできてるのは間違いなく新潟フレンドとロッチさんのおかげだから。そうねえ、まつげやばい、見て見て、マツパしてから初めてマスカラとかまでちゃんとしたけど最高です、気分がいいです、これでお掃除頑張れちゃう。困ったり泣くのが好きちょっとあれ S っ気があるタイプだなもうでもね、あのそういうなかなか見れない表情を見れるっていうのも、まあ、アイドルのね醍醐味ですよねって思う。私はあんまりそういうの出すのが苦手だったけど、とか別にね当時はね、そんな悔しいとかそういう感情あんまなかったんで、別にこだわりもなく活動してたから。そう、そうなんか隠してたわけじゃなくて別に悔しいとも感じてなかったくらいなんだけど、でもねそんな人がね配信でね、しかも当時全然やってなかった配信でさ、今回の結果を悔しいですなんてみんなに言えるようになったってのもね、まあ成長したって感じ。みほちゃんハートありがとうございます。でもイベントが3月1日からってだけで配信はしてるってことか、見よ楽しみにしとこう。メイクできた、ちょうど2時だし2時でやめようかな、掃除しよう。何気に自分もガチ気合い入れて掃除するとき香水太いする意味ねいやいいのよ、自分のモチベ上げだから。まさひとさんこんにちは。ガタフレまつげ待ち、え懐かしい、そうめっちゃ長いさまつげだか髪の毛だかみたいのが入っちゃってさ、私の目にすごい痛かった。でこうやって急に終わるっていうね、はい、皆さん突然の配信にもかかわらずたくさんお付き合いいただきましてありがとうございます。明日は夜配信します。まさひとさんハートありがとうございます。そう今日はちょっとね家のことをやってパパッと準備をして早めに寝たいと思いますね。明日は大阪からお送りいたしますのでたこ焼き食べるぞということで、はい、今日夜はねできないかな、多分おそらくできないと思いますので期待せずに、基本なしって感じで、やるってなったらお知らせしますけど基本なしっていう感じにしたいと思います。ということで一応また明日お会いしましょう。みんなありがとうございました。またねー。